ここに来るのは久しぶりなのに、さっき来たばかりのような気がする。これって授業中に見た夢で通った道と全く同じ。80年代から看板変えてないんじゃない？すごくいい絵になりそう。じっとしててね。捕まえた。鳥はいいよね。いつでも逃げ出せて。嘘、すっかり忘れてた。この頃まで巻き戻せないの？ああ、クロエが秘密基地の目印に書いたやつ。非常事態の時にお互いを見つけられるようにって。あ、こんなのあったっけ？長い間あるように見えるけど。未だに町の子はここで遊ぶんだね。私は来なかったな。これいつからあるの？ここにもビッグフット。ビッグフットじゃないなら何の足跡かな。変だな。このマークを見ると風を連想する。しばらく一人にしようか。いいから座れよ。助けられなくてごめん。気にすんな。あのクソ親父じゃ普通ビビるって。クロイは強いね。デイビッドは本当に最低だよ。嫌な思いをさせてごめんな。クロイは毎日でしょ。いつもあんな風なの？ママが家に連れ込んだ途端ずっとあの調子だよ。ケイトをいじめた証拠の写真撮っといてよかった。そもそもなんであの子を？デイビッドはちょっと普通じゃないよ。秘密のファイル作ったりな。敵の情報でも集めてるつもりだろ。ファイル見たか？うん、見た。気になっちゃって。やっぱりな。何が入ってた？ケイト・マーシュと他の生徒の隠し撮り。いくら仕事でもやりすぎだろ。戦争じゃねえっつうの。監視マニアなんだろう。家の中にもカメラがありそうだ。やっぱり知らなかったんだね。クロエの家監視されてるよ。はあ、嘘だろ。家中に隠しカメラがある。ガレージのモニターに映ってたの。やっぱりあの野郎どうかしてやがる。ひとまず知らなかったことにしよう。知らない方がいいこともあるよね。クソみたいな人生だよ。この街じゃ誰も秘密を持てない。姉さんにも秘密があるの？あいつは学校の生徒にヤバいもん売りつけてる。私も騙されて飲まされた。嘘。初めて会ったのはとあるしけた飲み屋だ。酔ったあいつは札束をちらつかせてた。それでちゃんと説明して。私がバカだった。泥酔してたからいいかもだと思ってさ。そんなにお金欲しかったの？欲しかったよ。借金山ほどあるから。レイチェルと町を出る資金も貯めときたかった。借金っていくら？3000ドルとその利子。
姉さんから巻き上げようと思ったのに、飲み物に妙なもん入れられてさ。信じられない。もちろん信じるけど、ひどすぎるよ。それで気を失って倒れて、目が覚めたら姉さんがニヤつきながらカメラを構えてた。それでよく覚えてないけど、弾を蹴ってやろうとしたらランプに当たって、奴がひるんだ隙に逃げたんだ。マジでヤバかった。ひどすぎる。冗談じゃないよ。それでどうしたの？口止め料を巻き上げようと女子トイレに呼び出した。それがさっきの。あの野郎、許さないからな。私たちだけじゃどうにもならないよ。警察に知らせなきゃ。無駄だよ。校長に言いつけて何かいいことあったか？毎回助けられるわけじゃないよ。でも今日は助けてくれたじゃないか。未だに信じられないよ。こうしてまた会えたのはきっと運命？これが運命なら、レイチェルを見つけたい。レイチェルに会いたい。私の大事な人はみんないなくなるんだ。こんな街、爆弾落として吹っ飛ばしてやりたい。私がこんな目に、どうしてまたここに。街に向かってる。クロエ、よかった。戻れた。どうしよう、やっぱり夢じゃないんだ。私どうしたら。おい、大丈夫か？気失ってたぞ。違うの、聞いて。また見えたの。街が大きな竜巻に襲われる。オレゴンに竜巻なんて滅多にない。夢だろ。本当なんだってば。空気がビリビリするのまで肌に感じて。とにかく落ち着けって。クロエ、信じてよ。他にも聞いてほしいことがあるの。すごくありえないこと。言ってみなよ。今日授業中にも同じ光景を見たの。我に返ったら時間を巻き戻せるようになってた。笑わないで。嘘じゃない。いや、何言ってんだ。トイレでクロエを助けた時だってそう。時間を巻き戻したっていうのか？クロエが撃たれるのを見たの。クロエが目の前で死んで、だから戻って非常ベルを押したの。マックスが想像力豊かなオタク少女なのはよく分かったけど、アニメとかゲームじゃあるまいし。だけどできるの、本当に。怖くてしょうがない。落ち着けって。今日はいろいろあったから。おい、
なんだこれ。雪？こんなにあったかいのにか。バカな。異常気象。嵐の予兆かも。マックス、最初から話して。ちゃんと聞くよ。